取り対策スクール SLC がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあできましたか、まあ、A は違いますよねでなぜそれを感じるのかと言われたら空襲の右側いきなり全地来ておりますので自動詞ですよね ということで、下にまとめていきます。ブレイムは自動詞ではなくて、他動詞ブレイム A on B。A に当たる部分が今回は必要ですね。まあもちろんそれがないので、×。ただ、意味は押さえておいた方がよろしいかと思います。A を B のせいにする。責任にするんですね。で、残った選択肢の BCD。これは全部自動詞ですので、今のところ OK。ただ、空中の右側見ていただけると、前置詞 On。で、その観点から選択肢の B。 リサイドと来たらいいんでしたね。そして意味は、Live と同じ。まあ、住むということで OK です。で、ついて選択肢の C。Live on。こんな熟語もありましたね。うんたらかんたら常食とする。ですから、Live on という表現はあるんですが、今回は、On の右側。見積もり。まあ、食事とは全く関係ないですね。ですから、正解は D。で、正解となったら、Dwell on。ああ、意味してますよという方、一部いらっしゃいますね。 うんたらかんたらくよくよ考える。長時間にわたって考える様子。ただ、え、先生、長時間って言われても。ということは名詞の d w e l l i n g こっちの方が有名ではないでしょうか。知ってる方は多少は増えるはずです。住居。住まいなら長時間。長期間にわたって利用しますよね。当然、自宅であればいろんなことを考える。そういうふうにイメージしていただけるとよろしいかと思います。で、本日正解は D でいいんですが。d w e l l i n まあどこかで的中するんじゃなかろうかということで本日この問題を持ってきましたそして選択肢の ABC、まあ、このあたりの情報は最低限の知識としてぜひ記憶なさっていただけるとよろしいかと思いますであとは見ないよう確認いたしますので文頭をご覧ください弁護士は陪審員に促したでくよくよ考えないようこだわらないように促したで1行目から2行目時間の推定にこだわらないように促したでどんな時間かと言われたら2行目 殺人が起こった時間そんな感じでよろしいかと思いますでは画面を書き換えますねさあ復習しやすいような画面に書き換えましたスクリーンショットする方はどうぞでは画面の右側線へ、ね、皆さんの指などで隠していただいてで丸1番から丸8番そこに入るごっこをスラスラ言えるようかついなさせていただけます幸いですということでチャンネル登録もよろしくお願い,いたします